さてスターティングファイブです。その突破力超人的です。レイナルド・ガルシア、驚異的なフィジカルでゴール下を圧倒します。ヨーリ・チャイルズ、8シーズンぶりに京都に戻ってきました。守備から流れを変えます川島晴人。さて今ティップオフ、後ろに行ったところはアンジェロ・カライエロが拾って、そこをしっかりと川島、さらにはカロイエロが運びます。ですけどワイドオープンショット決め切りました。カリコール3ポイント、お返しとはならず。前田の3で京都は勝ち負け。岡田が運ぶ、岡田が早いですね。ここから持っていく、今日も出ました岡田ステップ。ここはカロイエロがボールを運び出す。岡田ヒースのピック、ここで岡田が入ってくる。いい形ですね。自ら持っていきました。パスアウト、カロイエロです。中を選択、ここもパス。岡田ラインを確認します。カロイエロ欲しがってますが自ら打つ。よく決めましたね。岡田がベースライン駆け引きします。残り3秒、時間はありませんが、岡田のショット、リバウンドはガルシアです。はい、ここは坂としては得点につなげたいシーンですね。ガルシア突っ込んでいくショット、これで決めます。で、はい、ショットクロック残り5秒です。岡田どうするか、自らアタック、そしてゴール決めていきました。この選手がすかさず守りましたので、いいディフェンス見せてますね。岡田、岡田、ですね、岡田、ガルシアに奪われない。カロイエロ確認して中に入っていく。カロイエロのショット、また京都のポジション。カロイエロ外からスリーポイント、これは大きいですね。ウィッチカラではなく、ここはガルシアにパスをしました。ガルシアからハリルソン、インサイドエンドワンです。いい形の合わせを見せました佐賀。前田選手がですね、やっぱガルシア選手をしっかりと止め切ったというのが今大きかったですね。相原、アタック、パサフォ確認してからのスリーポイント。ようやく佐賀のこの金丸をよりフリーにできる動きができてくると、また得点のバリエーションは変わってくるはずです。チャイルズパス、うまい相原、非常にうまいおしゃれなパスにしましたね。よく引きつけました。岡田に対してはガルシアがつく。小西、小西からのパス、カロイエロ残り4秒、構わず外打つ、決める。決めましたね。今日4つ目、さすがの得点力。スリーだから2人の中へのドライブ、アタックパス、ヨーリー・チャイルズ、ゲームをしっかりと終わらせに行きます。昨シーズンの最終戦、悔しい敗戦だったここ島津アリーナでの長崎戦からステップアップを見せる京都、3シーズンぶりの開幕戦ホームで勝利を飾りました。